井上隆は、日本のパブリックリレーションズの専門家、教育者、実業家、自己修正モデルの提唱者。PR 研究で日本初の博士号授与、博士。株式会社井上パブリックリレーションズ代表、取締役会長兼 CEO。日本パブリックリレーションズ研究所所長兼、代表取締役。一般社団法人グローバルビジネス学会顧問。 京都大学経営管理大学院特命教授、神戸情報大学院大学客員教授級万州、大連市にて、井上力地、純子のご難として誕生。父、力地は内務官僚で大連市副市長も務めた。戦後内地に引き上げ、高松市の小学校を皮切りに、広島、福岡と父の転勤に伴い転校を重ねる。 小学5年の夏には6番目の学校である新宿区立富山小学校に転校区立西富山中学校に進学家族で三鷹市に転居するのを機に東京都立立川高等学校に入学高校時代は水泳部に所属インターハイ関東大会にも出場し一時はオリンピック選手を目指して活動した種目はフリースタイルと 個人メドレー。卒業後は、早稲田大学に進学。在学中は、大学公認の音楽サークル、ナレオハワイアンズに所属し、楽器ビブラフォンの奏者、並びに演奏旅行の計画、調整、会計なども行うプレイイングマネジャーとして、全国120都市を訪れた。1967年には、日本武道館ホールでも演奏。パブリックリレーションズにおける、実業家。 教育者として、ビジネス界で約50年、教育界で20年弱の活動実績があり、国内外の経営者、政治家、学者との交流も広い。家族は、妻と産卵。趣味は水泳、ゴルフ、ビブラフォン演奏。1968年はセダ大学卒業、日本楽器製造株式会社に入社。自己都合によりわずか3ヶ月半で退社するも、 その後同社からイベント企画のプロデュースや音楽教室の事業企画、業界動向の調査業務などを受託。1970年企画、制作プロダクションとして株式会社イノウエアートプロダクツを設立。以後10年にわたって書籍や雑誌の企画、編集、製品カタログや広告の制作、イベントの企画を続ける一方、78年に 放送制作会社、株式会社パシフィックミュージックコーポレーションを設立し、テレビの音楽番組やラジオ番組を数多く手がける。70年代後半から80年代初頭にかけ、シリコンバレーのベンチャー企業だったインテルやアップルコンピュータほか、国内外の大手クライアントから PR のコンサルティング業務を受託。 また当時の通産省主導による大型衛星通信プロジェクトに関わるなど通信や半導体分野を中心に実績を重ねる。1982年、企業や組織のパブリックリレーションズを戦略的に支援していく新たな経営方針に基づき社名を株式会社イノウパブリックリレーションズに変更した。1994年、 米国の自動車関連部品メーカーであるテネ猫オートモーティブ社の依頼により、日本国内市場の閉鎖性や規制概念を指摘するテネコリポートを作成。これを使った政府やメディアへのリレーションズ活動により、当時混迷を極めていた日米自動車交渉の状況を好転させ、米国による経済制裁の回避と日本市場の規制緩和を実現に導いた。井上自身が、 米国テネコ本社副社長との接触など、現場式と実務に当たった。97年、この一連のパブリック・リレーションズ活動が、国際 PR 協会のゴールデン・ワールド・アワードにエントリーされ、井上 PR は、市場開放と新たなビジネスチャンスを創出したとして、アジア・パシフィック地域発のグランプリを獲得した。2004年、それまでの業務経験で培った、 パブリック・リレーションズの理論構築を目指し、大学での教弁を開始。同時に、PR 人材の育成や、教材開発、技術の体系化や普及を目的として、株式会社日本パブリック・リレーションズ研究所を設立。2009年、自己修正モデルの研究により、パブリック・リレーションズ分野で日本初となる、博士号を取得。パブリック・リレーションズとは、 個人や組織体が最短距離で目標や目的に達する倫理観に支えられた双方向性コミュニケーションと自己修正をベースとしたリレーションズ活動であると定義づけた。2011年東日本大震災によるサプライチェーンの崩壊が生産や流通に打撃を与えたことを機にグローバルビジネスに関する研究発表、知見や知識の交換、開園総合及び 内外の関連学会と連携強化や人材育成を目的としたグローバルビジネス学会の創設を起案、代表理事及び副会長に就任。2014年に任意の学術団体から一般社団法人となった。2016年代表取締役会長兼 CEO に就任。2020年創業50周年を迎える。また、 自らが設立にも関与した公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会から同協会創立40周年を記念して厚労省が授与された。年貢本省は2003年米国コミュニケーションアソシエーションのパブリックリレーションズ部門でプライド賞を受賞。ありがとうございます。